そんじゃ90層到達ってことで恒例の節目パーティーを開催します。皆さん乾杯。乾杯。キリト90層到達おめでとう。パーティーってすごいね。みんな楽しそうだし私も楽しい。それにお料理も美味しそう。どれどれ、最高。キリト、パーティーに呼んでくれてありがとね。それじゃあみんなにもお礼しないと。行ってくるね。おー、キリト、90層おめでとうさん。しっかり楽しんでっか。まあな、さすがに90層まで来るとよ、攻略の方も厳しくなってくるだろう。息の詰まる戦闘が続くわけだから、こんな時はがっつり騒がねえとな。キリトさん、おめでとうございます。おめでとう、キリト。今アストレアさんがやってきて急に抱きつかれました。私もよ、苦しかったわ。窒息するかと思いましたよ。でも喜んでくれてたみたいだし、よかったじゃない。そうですね、一緒にいると飽きないというか楽しいですし。キリト、ちょっと手伝ってくれないか。これを運ぶのだよ。もう一皿あるから頼むぜ。おう、激辛入りピザをまた作ってみたぜ。しかも今回は量を増やして激辛も2つ入ってる。来たね来たね、楽しいイベントが。前回はひどい目にあったからな、今回はリベンジさせてもらうぜ。激辛当てたやつは前回同様、誰でも好きなやつに好きなことをさせられるってルールでいこうぜ。へえ、なんかすっごく面白そう。私も混ぜてもらっていい？おー、入る入る。女性は多い方が、いや、参加者は多い方が楽しいってもんよ。気のせいだって。で、他は誰が挑戦する？あ、私もやりますよ。そうね、私もやるわ。はい、参加します。私もやる。私もシノノンの洋服とかコーディネートしてみたかったんだよね。何よそれ。
覚悟しなさいよ。まさかアスナも要注意人物なの？私もやります。みんなノリがいいな。そんじゃ激辛ピザのロシアンルーレット行っちまってくれ。うーし、そんじゃみんな自分の食べるやつを決めてくれ。決めたか？んじゃまたみんなで一斉に食うぞ。いっせーの。的には非常に不満の残る結果なわけだが、仕方ね。当たりの二人は誰に何をさせるんだ？私の命令はね。それじゃあキリトが私とキスをする。うわ、直接的なのが来たね。っていうか、なんでキリトばっかり。そんなのダメに決まってるでしょ。いや、ルール上問題ないな。クラインは黙ってて。え？なんでなんで、好きなことできるんでしょ。じゃあ私がキリト君の代わりになる。え？それは私とアスナがキスするってこと？そうよ。それも面白いかも。じゃあアスナ、チュー。ちょっといきなり？これは。思った以上に。抱きつくのと同様に遠慮がないわね。どうなってるんでしょ、ママ。おしまい。キリト君、私お嫁に行けないかも。こんな私でもお嫁にもらってくれる？パーティーって楽しいね。これからはさ、一層をクリアするごとにパーティーしようよ。本当に誘ってくれてありがとう。
よう。みんなでお出かけするのは久しぶりですね。まあいつも薄暗いダンジョンにこもってばかりじゃね。たまに。さて、最初はどのお店から入ろうか。あ、パパ。あら？みんな一緒にショッピングです。キリトも一緒に来る？え？え？キリトさんが一緒に？それはちょっと本気じゃないでしょうね。悪いなんてことはないわよ。それにキリトがいれば今まで気がつかなかったことに気がつけたりするかもしれないじゃない。思ったことを教えてくれるだけでいいのよ。それだけで十分参考になるわね。それはそうかもしれませんけど。まあそんなわけだから、さあキリト、こっちこっち。いいからいいから。はい、黒の剣士一名様、女の園にご案内。ああ、そっか、説明してなかったわね。今日のお昼から6時間だけ女性用装備のバザーが行われるのよ。女性プレイヤー全員にメッセージが飛んできてるんじゃないかな。そういうこと。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。流行の服とか掘り出し物も出るみたいだし、ゲームとはいえおしゃれには気を使わないとね。で、質問だけど、アスナのイメージって何色だと思う？いいから気楽な気持ちで答えてよ。ちょっとリズ、なんで私のイメージから聞くのよ。まあまあ、まずは夫婦からってね。何よそれ。どう、キリト、アスナは何色？
とブラジャーのお店、言わなかったっけ？もうリズったら、キリト君もあんまりジロジロ見ないでよ。これが最愛の旦那様のアドバイスで選んだアスナの下着よ。どうかな？あら、好みじゃなかった？それとも照れてる？リズ、キリト君もあんまりからかわないでよ。はいはい、帰るって言い出されても困るしね。まあそう言わずに、まだアスナに対しての意見しか聞いてないし、次はシリカの聞こうか。私ですか？いいですよ、私は自分で決めますから。あんた結局キリトに意見求めてるじゃない。さあさあ、早く買い物しちゃいましょう。いいものはすぐになくなっちゃうんだから。キリトはそこに立っててね。みんなからの質問が来たらちゃんと答えるように。リーファちゃんってサイズ大きいよね。ちょっと、からかわないでください。こんなの邪魔なだけですって。邪魔なだけ、モテるものだけが言えるセリフよね。リズさん、どうして私を見ながら言うんですか？いや、神様は非情だなって思って。そんな慰めいらないです。あ、この下着シノさんに似合うかも。私？ほら、この肩紐のデザインとか、あとこっちの控えめなフリルとか。でもこれ、ここの部分がちょっと透けてない？あ、本当です。ちょっとエッチでした。だいぶ買い込んじゃったわね。整理してきたアイテムストレージがもう半分も埋まっちゃった。でもお財布は軽くなっちゃった。ちょっと使いすぎちゃったかも。けどいろいろ収穫がありました。そのキリトさんの貴重な意見もたっぷり聞けたし。私もママに可愛い下着買ってもらっちゃいました。まあたまにはこういうのもいいわね。あ？何言ってるの？まだ一軒目じゃない。女の子のお買い物は一日がかりなんだから。当然でしょ。男性代表として意見をしっかり頼むわよ。あと持ち物いっぱいになった時は荷物係としてもよろしく。さあ次のお店にレッツゴーです。なのよ。ああ、ちょっと買い出しに行ってたのよ。それよりも今日はどうしたの？
武器生成は終わったのに。あ、なんだ、お仕事ね。なんでもないわよ。あ、そうだキリト、いいところに来たわ。ほら、これ。秘伝の書の最後のテキストよ。秘伝の書をくれた NPC 鍛冶屋のところに行ったら、こないだの本の一部じゃないかって渡されたの。まったく東大元暮らしよね。まだ見てないの。家に帰ってから読もうと思って。この紙切れと今まで手に入れた秘伝の書を合わせると一つのアイテムになるみたい。うん、ちょっと待って。じゃあ合わせてみるね。確か武器を使う相手とのって切れてたのよね。で、ダメ、私が先よ。何何、武器を使う相手との絆、互いの思いの強さが切れ味となる。思いっていうのは何か有効値とかの隠しパラメーターがあって、それが影響してたってことなのかな。確かにあの時私はキリトのことだけを考えて武器を作ったけど、私の思いがあの剣を強くしたってことだよね。あ、でもちょっと待って、互いの思いってことはキリトも私のことを思ってくれてたって、それって少なくともチャンスはあるって思ってもいいのかな。え？それはその、だからその、いっちゃえ、リズ。目を閉じて。そしたら教えてあげる。いい、行くわよ。
よし、なになに、お兄ちゃん